型のものを見つけました。あとこれ NPN に使うことなんですけど、まあ、そこまでの大体概要を説明したら一気に戻ってくるんですけども、で、B 型と N 型で、N 型の方は、これ空間で書いてあるから、空間で書いてあるから、これは例えば人がたくさん入ってます。人がたくさん入ってます。人がたくさん入ってます。で、人は全てプラスの電荷を持ってます。バックグラウンドのシリコン入ってないですよ。もうシリコンかけたら持ち帰らなかったから。だから、まあ、バックグラウンドのシリコンを置いといて、そこに人があって、その人と同じ数だけの電子があるんですね。重力系電子があると。だからね、重力系電子が6個あるわけです。それと同じように今度はホールがありますね。ホールのこっちが T 型に入ってます。ホールは全部、マイナスの電荷持ってます。中心にマイナスがあって。で、それに対してホールがあります。ホールはここからは電子プラスがします。中心に置けて電子プラス。はい、中間的に N 型の半導体とこっち側、T 型の半導体こっち側、それは完全に付きました。付きました。両方ともシリコンです。シリコンの中にここはある一定数の人と、ある一定数のコートが入ってます。ドーピングが入ってます。で、人が入った分の数だけ、電子の自由に動けるマイナスの電子があります。で、ここで人、プラスは動けません。動けるのは電子だけです。同じようにこの右側にはボロのマイナスというのが入っていて、コートは動きません。ボロね。だけど、コールプラスは動けます。その動ける状態で、何が起こるでしょうか。これ、バンドと書いてみると、どういう状態になっているかというと、ここで、トーネルソンバンドとバレルスバンドがあって、そして、こっちには、人の順位が例えば1、2、3、4、5個。人の順位が5個あるわけですね。で、コールの順位、ボロの順位が1、2、3、4、5となるわけですね。こういう感じで、ボロの順位があるわけです。それと同じの数だけの動ける選手が1、2、3、4、5とかにあって、こっちにはコールが5個あるわけです。こんな感じなんです。という方向が通算です。で、この段階で、まあ、余計にもう少し一つ加えて、これは全てプラス2点が持ってて動けない。こっちは全部マイナス2点が持ってて動けないもん。はい。さあ、この状態で、まず皆さん、今日気づくことは、電子と、電子がここにあって、コールがここにあるってことは、この電子はこのコールの穴に入ったら、これだけでエネルギーを得するわけですね。得するから、この電子はこの穴に入ったって、穴に入ったら、結合がついてないところに、自由に落ちて電子が、次開いてるって言われて、そしたらエネルギーを得するわけです。そして当然行う。この人と、この人が、一番近くの電子とコールがくっつくと、まあ、なんかせっかく一生懸命電子とコールやったらこっちの電子とくっついたんでね、移動しちゃって、まあ、動けなくなった人だけはちょっと余計に残って、動けなくなったボロの人だけ余計に残って、なんかちょっと特徴的ですね。で、これだけ見たら、あと残りの4つのコールと4つの電子全部合わさって死んじゃいますかとか、何も埋め合って終わっちゃいますかってポイントなんですよ。で、それが起こらないっていうのが、ある程度は起こるんだけど、あるところで止まるっていうのはこれはすごいです。今からあるところで止まる理由を説明しますね。ここで今、1個ずつくっつきましたね。くっついたところでちょっと線引きますよ。ここまで線引きます。そうすると、ここにプラスがあって、こっちにマイナスにあって、マイナスがあるから、どうでしょうか。ここの電子は、右に行きゃそのホールのところに行って、この人とこの人が出会おうとしても、プラスとマイナスと全開がここに生じてるんです。で、この全開っていうのは、この電子がこっちに行きにくい方向に変わってる。行きにくい方向に変わってるのはどういうことかというと、この上にどん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 書かれていくと、どういうことか、非常に不要なのが先に分かったので、見えないですよね。はい、これがどうなるか。これが、ちょっとだけこういうことになるんです。こっちがマイナス。こっちがプラス。見てください。このプラスとマイナスのおかげで、ここにちょっと障壁ができます。障壁ができます。障壁ができて、ちょっと電車行きにくくなる。行きにくくなるんだけど、まあ、一個ずつだからまだ大したことない。で、この人とこの人は、この人とこの人は、この人は、この人とお互いに生まれたことは何が起こるかって、この再開ですよ。生まれたら何が起こるかっていうと、今度は、どうなるかというと、今度は、二つ埋まったので、こっちには今度は、プラスプラスとマイナスマイナスの、今度は、2倍の電解なわけです。これちょうど僕はこの高さ2倍したイメージが入ってます。しかも幅が広がってます。ここと電子と電子がくっついて、残りは3個の電子しか入ってません。こっちはホールが3つしか入ってません。ですね。こうやって、幅が広がって、電子が、幅が広がって、そしてこっち3つと4つ、3つになっちゃって、で、この電子とこのホールが出会うためには余計大事なんです。まあ、電子がこっちの方が大変なのと同じように、ホールは、皆さん分かりますね。ホールがこっちに行くと大変なのよ。ホールにとってこっちがエネルギーが高いから。じゃこれも消費なきゃいけない。ホールから見たら。ホールから見たら消費だ。で、これがいつまで続くか。これがいつまで続くかというと、実はですね、これがフェルミエネルギーで、N 型の方でね、フェルミエネルギーで、N 型の方で、フェルミエネルギーで、N 型の、こっちが、P 型の、フェルミエネルギーで、じゃあ P にしましょうか。FN にしましょう。これは、どうかっていうとね、ちょうどね、まあ大体これがこうなんですよ。これが、これ、この、順位があるところが、この順位があるレベルが、N 型の方で、フェルミエネルギーで、こっちの順位があるのが大体、P 型の方で、フェルミエネルギーで、このフェルミエネルギーがちょうど同じになるところまでずっとバンドは動いていますということで、今のことを実際にバンドに変えてみると、これはどこまで進むかというと、先にもフェルミエネルギーを一直線に変えて、こんな感じのところですね。ここに変えたんです。また来たところを置いておいて、ここには全部エッセンシャーと、ここにはエッセンシャーと、まあ、ちょっと高速電車から増えてくるね。何が言いたかったかというと、ちょうどこの順位とこの順位と、こっちの順位が一致するところ、
電車がこっちに入ってたんです。入ってって、もう夜入ってって、順位を調節するような機構があるわけです。なので、こんな感じで、テレミネルギーというのは一定になるところで自動的に止まって、で、画期的なことというのは何かというと、ここにはプラス、こっちにはプラスの電荷があって、ここにはマイナスの電荷があって、よってこういうところにこういう勝手なバンドができて、そして、これをつないでやると、つないで、今何も電荷かけてないという状態なんですよ。何も電荷かけてないという状態で、こういう状態です。これに、これに、じゃあ、太陽電池をしましょう。太陽電池、APN ってところです。これに何か電気をつないでみましょう。電気をつないでみましょう。この電気を光らせたい。この電気を光らせるためには何をすればいいかというと、光を当てるんです。光を当てればいいだけです。光を当てればいい。なんで光を当てればいいのか。なんで光を当てればいいのかというと、なんで光を当てればいいのかというと、ここで光を当てて、この場合はここに当ててもあまり意味ないですね。ここに当てても意味ないですし、ここに当てても意味がないです。ここの部分に光を当てる。ここの部分に光を当てるとどういうことかというと、この部分に光を当てるのはさっき言ったみたいに、結合が切れると。結合が切れたら、電子と氷がこうやってできるわけです。結合結合が結合って、10の電子と穴が開いて3と穴ができるか、10の穴が開いて。そうすると、どうするとこれ電子ができると。これ電子ができると、この坂道が一気に下るでしょ。氷の坂道をこっちに一気に下りますよね。そうして、どん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 これ氷が溜まっていくんです。ここにどん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 電子溜まっていく。溜まってきた電子が外に切れて、ここに光を当ててればいいです。結合がどん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 これ切れていって、ここに溜まっていった電子が外に出てって、ここに電子が溜まっていった氷が外に溜めていって、電子が溜まる。氷がこっちに染み出てくるってどういうことかというと、氷がこっちにどんどん溜まっていって、こっちに氷が染み出てくるってどういうことかというと、電子がこっちに来ることですね。電子が来ることですね。これ、このとこは金属線だからね、これは。これ全部金属線だから。金属線だから。金属線が電子がどん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 こっちに入ってくるんです。で、電子がこうやって流れるってことは、電子が、なんだこれ、反時計回りに流れるってことは、電流が時計回りに流れて、それでこの電気が発生する。で、ここで、とにかくいくら強調しても、強調しきれない、これがすごいところってのは、半導体というのは2つ型電流型をくっつけただけで、ここに自動的に電解が生じている。電解が生じているので、この電解のおかげで、電子が効果できたときに自動的に分かれて、どん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 反対に引っ張られて、電流が流れてくれるというのがすごいところです。これを逆をやるのが、半導体発光ダイオードです。半導体発光ダイオードです。半導体発光ダイオードだったら超お前だな。半導体発光ダイオードです。これを逆をやるとは何のかというと、全く同じものなんですけども、こういう感じで、こんな感じになって、この後3分でやったら終わりでしょ。これに、電流計、電流計、電圧かけず、こういう電圧をかけます。はい、こっちがプラス、こっちがマイナスの電圧だと。で、これ電子を回してます。で、これが氷があります。で、これで、電子がこっちのプラスの電圧、この電池、電圧によって電子がこっちに流れて、氷がこっちに流れていきますっていうのが、で、これでどん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 電子が左から右に行ってるんです。電子がこっちからこっちに行って、氷がこっちからこっちに行って、その時に電子と氷が出会うと、また席が空いてるぞって席に座るでしょ、電子が。座らなかったと。その時に放出されたエネルギーが光として出てくるのが、発光だよ。だからこの、バンドギャップに相当するものを、HNU という光、HC なんだな、として出されたのが発光だよ。こっちが発光だよ。こっちが太陽です。はい。で、ここで、これだけちょっと電気をかけてみようかと。ここで、何をかけてもらえない。何でこれ一時これ何をかけてもらえない。低圧をかけると何が起こるか。低圧をかけた分だけ、これが下がりますって言ってます。これちょうど低圧をかけてもらえない。